仕事行ってきましたって。いってらっしゃい、頑張ってね。おはー、今日は金曜日。え、待って、普通に無理じゃない？金曜日でしょ。金曜日か、これどうしようかな。多分こことかさ、多分使ってたら普通にもう無理なんだよね。どうしようかな、考え直さないといけない感じ。テロップ書きます。そう、あれだ、ひかるちゃん、ひかるちゃんが配信してた。ひかるちゃんイベント出てるらしい。頑張って、ひかるちゃん。めっちゃ台風って感じだね。おはようございます。そうだ、私、え、なんかさ、メガネさ、さっきかけてたんやけどさ、すごくない？これブルーライト、めっちゃ青い光反射するじゃん。そんなわかんないか、そんなわかんないよね。あ、でもまあ結構反射してるんだけど、なんかさ、つけ、なんかよくわかんないんだけどさ、つけると、つけたら目痛くなるんだけど、なんで、なんでかな。どうやったらメガネ曇らないの？これさあ、あ、でもここまで行ったらいいんだね。時間10分ぐらいだ。
わあ、これも調べないといけないんだったわ。あ、おはようございます。あ、出勤しますだって。頑張って。これはドア入ってないやつ、ドア入ってない、ただのあのブルーライトカットと、これめっちゃ青くない？これはブルーライト、ブルーライトをカットしてるやねん。めちゃめちゃすごい。雨がすごい降ってる。あと川、なんか川気づいたらどっか行きました。どこ行ったんだろう。あ、違う、急に現れることになるんだね。これは残しておくとして、待ってね、3人分
大変ですよ。30か。うわあ、そうか。大変だね。あ、やべ。机の上が物がいっぱいで、魂の出勤だって。やば、きょんちゃんオファーだって。本当に気をつけてね。本当に気をつけてね。あ、日曜日晴れそうですね。晴れろ晴れろ。嵐の後は晴れるかも。いや、わからん。奇跡的にいっぱい当たってくれたって。いっぱい当たりますように。あ、家出たら肌寒いだって。今日どうしよう。私もいろいろ行かなきゃいけないところ、いろいろ行かなきゃいけないところだけど、どうしよう。ちいかわのトレーナー着るか。買いたてのちいかわのトレーナー着るか。あ、いいブルーライトカットですね。せやろ、めちゃめちゃ青い光反射するでしょこれ。最高。え、ってかさ、最近のさ、メガネ屋さんってすごいなんかさ、
お店とかさ、その同じお店でもまあ店舗によるんだろうけどさ、本当にその日にさ作ってさ、あじゃあ何十分後にできますよみたいなさ、30分後できますよみたいな感じじゃん。すごいよね、その技術のさ、技術の発展というか、みたいな。だってさ、土入りとかでさ、じゃあこのフレームで、じゃあこっちが、こっち土入り で、両方動画違ったりとかしてさ、で、ブルーライトカットつけてくださいとかさ、なんかいっぱいしてくれるじゃんね。すぐできるじゃん。メガネ屋さんって本当にすごいよね。え、そうそうそう、視力さ、ちゃんと、普通にちゃんと測ってくれるじゃん。すごいよね。ここでカットしてしまおうじゃない。お、いいよ。
もろいな。あれ？うわ、これ困っちゃうな。これみんなどう思います？これどう思います？難しいよね。難しいよな。あら、トラ先輩おはようございます。おはようございます。待って、おでんでんでんデラックスさん知ってるよ、私名前。おはようございます。端末変えたのかな。端末っていうかあれか、ログインし直した感じなのかな。かいくん音符ありがとう。これは困ったな。いや、これちょっと待ってください。ちょっと待ってください。これさ、
そうだな。もうなんか、まあいいか。アイキャッチ挟んじゃうぞ。いや、待って、どこに誰か行くのか。ここだ。ザーン。
これが一番初めなんですよね。そうなんですよね。わあ、なんか携帯携帯じゃない、パソコン動かなくなりそう。やめてけろー。そういうのがさ、一番好きじゃないんだよ。わかるかな。さあ、今これやったら何も出てこないのか。出てこないんだ、マジか。マジ？そんなことある？そんなことある？やってられんな。やってられんな。あー、パソコン動かないかもこういう時はイライラしないのが大事です。うわー、反応しなくなったわ。イライラするすごい雨だ。おはようございます。あ、またまちさん、くま、ありがとう。あら、おはようございます。だって初見さんがコメントくれた。オレンジさんもお疲れ、ありがとう。台風ってさ、台風って今どこにいるんだろう。あ、学生時代よく朝配信見てたけど、社会人になって初めて来たかもしれない。ずっとこっそり応援してる。え、嬉しい。私もうあれ、あの日曜日に卒業公演あるの知ってる？知ってるとか言って分かん、あ、変えました。だって、あ、そうだよね。きなこライフ、ありがとう、ありがとうございます切れそうと思った時には手遅れです。嫌になっちゃうぜ、本当に。台風本日通過ですか。今はどの辺、今はどの辺っていうか、もう上陸、日本、あれ、上陸はしている。本州、本州上陸的な。うわ、嫌になっちゃったから、嫌になっちゃったから9点でも見るか。今日までだしな。こいのぼりさん、かわいい、ありがとう。ガチで固まったんちゃうか。うわ、本当に固まった。だからでもビンビン言ってるかどうか、でもビンビン、でも雨の音でビンビン言ってるかどうかもうわからないっていうね。9点見ちゃおう。あ、9点見ちゃおうっていうか、そうだ、私ネイルのさ予約しないといけないんだよね。でもまあフィッティングがあるから、それで見てみて、あ、じゃあこんな感じのネイルにしよっかなみたいな感じですよね。そうですよね、そうなんです。どんなにしよう。
勢が悪い。え、でもね、でもねっていうか、あ、急に始まる。なんかね、このサロンいいなと思ったサロンがあったんですよね。なんかあんまり普通のとこではやってくれないようなさ、デザインのお店があって、かわいいと思って。卒業してからかな。シャツさん、ハートありがとう。台風は今海の上、上陸するのが今日の18時頃で、関東を通過するのが夜遅く的な感じ。午後に上陸して夜には止むんだって。ほう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 。あら、おはようございます。あ、輪投げの練習してます。だって輪投げいいな。私も輪投げやりたい。輪投げやりたいな。え、9点の目代わり。ちょっと待って、フェリアモのカラコンをちょっと見たいかも。永遠にカラコン見とるの。昨日もあれなのにね、4箱届いたのにね。ウケるよね、そんなに買ってどうすんのって感じだよね。マジでびっくりしちゃうよね。眠たい。3箱セット。え、3箱セット2700円、激安。え、3箱セットで2700円。え、安すぎない？でも全国のもし3位、これは、あ、でもさ、このカラコンのさ、それぞれの書いてある文章さ、結構よくわかんないよね。よくわかんないよね。カズヤさん、ハートありがとう。そう、なんか色の説明とかってさ、なんかアイシャドウの色の説明とかさ、リップの色の説明とかさ、カラコンの説明とかさ、よくわからない。甘めぼかし&ジュワットマレのモテカワレンズ1個目ね。で、ウルツヤブラウンとクリット漏れのナチュラルレンズ2つ目、チュルンと透明感とナチュラル漏れの儚げレンズ、はい、3つ目です。ジュワッと透明感とふんわり漏れの少し大きめレンズ、はい、4つ目です。こんなんばっかりなんだよ。これナチュラル、なんとかかんとかのナチュラルレンズ、大きめベイビーレンズ、ナチュラルレンズ、奥目優勝レンズ、自撮り優勝レンズ、色素薄い系レンズ、こなれレディーレンズ。わかります？この、わかります？わかります？この無敵通りレンズみたいな、なんかパニャ？パニャ？でも私はこのね、これが結構好きだったんですよ。あ、これとこれを買ってたのか。意外と嫌。え、でもさ、これのさ、ハザードがめっちゃ良かったみたいな、自分のメモで書いてあるんですよね。これは信じた方がいいのか。
果たして信じない方がいいのか、どちらでしょう。あれ、私あと誰のからこう思ってるっけ。いやー、そうなんだよね。そう、違う、そう、なんか違いがさ難しいよね、本当に。待って、これさ、ストーリーに来たコメントってさ、それ単体で読み返せたりするのか。読み返せたりするのか。いや、そんなことはできないらしい。子供の時に使ってた絵の具にそんな色なかったなっていう色の名前しかない。まあ他のさ、そのブランドと被らないようにしないといけないですからね。大変ですよ、どこのメーカーさんも。あとなんだっけ、あのあそこの有名な、あ、え、なんとかエバーカラー、エバーカラーワンデー、これだ。2箱セット。え、でもさ、エバーカラーってさ、1箱20枚入ってんのビビるよね。どうしたどうしたってなる。どうしたエバーカラー。待って、これ今この配信で言っても全然わかんないと思うけど、一箱さ10枚でよくね。なんで一箱20枚も入れるの。いや、いいんだけど、いいんだけどって言ったら、よくないんだけど。20枚ってさ、だってさ、あ、これあんま合わなかったかもって思った時にさ、ここの花粉も残ってるんだよ。ここの花粉はどうやって消費するのっていう話だ。難しいですね。結構難しいな。いや、本当にそれお試し用とさ、大容量とね、2パターンぐらいあったらいいんだけどな。え、これ私どっちも持ってますよね。あれ、どっちも持ってないんだっけ。あれ、どうだったっけ。
しい。やだな、今日こんな雨降って、今日こんな雨降って出かけるのしんどいよ。どうしよう。いや、行かなきゃいけないんだけど。行かなきゃいけないんだが。嫌になっちゃうね。皆さん、おはようございます。え、こっからじゃあもう夜、夕方とか夜とか、え、寝たい。寝たいて。え、本当に無理。え、だって今日金曜日なんでしょ？ね、そう、一日雨なの大変。いや、どうする？ちょっと待って。ちょっと待って。いや、だから意外と今日もう、だって、いや、意外といけるかな、ちょっと、わかんないな。今日は忙しいかも。いや、ずっと忙しいんだけど。っていうか、近いのか。全然近くないじゃん。マジかよ。切れてる。ずっと切れてる。和也さん、レイモスありがとう。確かに、こういう時のためにタクシーって乗るのかも。そうかもしれない。こういう時のためにタクシーって存在しているの。いや、無理じゃね？ちょっと待って。TikTok にさ、困ったなーみたいなやつなかった？困ったなーみたいなさ、可愛い女の子がやってるやつあったよね。いや、ちょっと待って、これさ、早めに、いや、無理か、さすがに無理だよね。いや、ワンチャンか。ネイルってさ、どれぐらいの時間かかるっけ。みんなに聞いたところで、だよね。かもちゃん、レインボースター、ありがとう。いや、もう今日本当に、車でなんか移動したい。なんか電車の乗るのってさ、ちょっとしんどくないです？電車乗るのってさ、ちょっとなんか、しんどくないです？って思いませんか？そのさ、電車乗ってさ、乗り換えがありますとかさ、じゃ最寄り着いてもさ、家まで歩かないといけませんとかさ、え、やだ、車で、もう家を出てタクシーで目的地まで送ってもらって、で、また目的地から目的地までタクシーでっていうか車乗してもらって、
で、その用事終わったら、もう家まで、車で、一日運転手雇おうかな。一日車レンタルみたいなやつって。いやでもそれにしたって、でも絶対電車の方がいいんだよな。どう考えたって、電車の方がいいんですよね。分かってるんです、そんなこと。でも、疲れるじゃんね、本当にね。でも燃料ってさ、待って、今日私めちゃめちゃ待って、お金をお財布に入れないといけないって、誰か覚えてて、誰か覚えといて。80分。いや、でもこういうのって絶対伸びるイメージがある。いやね、本当にね、雨の日の電車ってさ、しんどい。あ、自分めっちゃ安全運転で。え、本当に一日、ただでいいかな。私、寝てるけど。私、寝るけど良い。私は考えた。困ったなあ。困った。お金。今日もう予定をマジでもギッチギチにして、今日もうネイルに行ってしまうという手もあるってこと？そういうこと？だってでもこんなさ雨降っててさ、全然話変わるけど、こんな雨降ってて絶対スニーカーとか濡れるじゃん。スケジュール表渡してくれればそのスケジュールで運転するよ。だってすごっ、都内で運転できる人ってすごいよね。私とかもう怖くてさ、都内なんて運転できない。え、一日さ、運転手雇うみたいなのって、いくらぐらいからしてくれるんだろう。一日でしょ。一日とかだって絶対高いよな。そうなっちゃうね。あら、起床しました。だって、おはよう、グッドモーニング、早起き。待って、これ、あ、すごい、ちいかわのネイルしてる人がいるわ。いや、お上品によ。
やこれかわいいよね、このいや一緒だった、困ったな。ファイナルカットプロ強制終了しちゃった、動かないからごめんね。ということでもう一度起動させてみようと思う、ファイナルカットプロ嫌になっちゃうな。最近なんか毎日編集してるからもう半年ぐらいパソコン使いたくない。困ったな。うわちょっと待って、めっちゃ嫌な予感するわ。うわちょっと待って、めちゃめちゃ嫌な予感しかしない。うわちょっと待って、困る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 。あ意外といけた、あぶねー、ビビらせないで。あ、しげさん、きのこありがとう。半日5万円ぐらい、ちょっと待って、最近どれがちいかまでどれがももんがなのか理解しただけ、全部同じだと思って。ほんと理解して、理解できた、よかった。しげさんハートありがとう。私が強制終了したからさ、なんかうまいこと保存というかされてないかなと思ったけど、意外とされていました、よかったです。一周回ってさ、こういうなんかカラフルなやつも、かわいいよね。え、これめっちゃかわいいな。どうしたらいいの？いや、でも私は分かった、これさマネージャーさんに聞いてみたらいいんじゃない？そんなことないか。ってしたらめちゃめちゃいい感じにできちゃう。え、ちょっと待って、だって今いやー意外といけるのかな、どうなんだろうね。いや待って、普通に考えて無理かも。なんとか生き延びたい。いやーちょっと待ってよ、あ台風なんでお仕事行ってきます。いってらっしゃい。待ってお仕事、本当に気をつけて。
はおパンチュウサギだぞ。みんなおパンチュウ、おパンチュウ、おパンチュウサギのネイルをしている人がいる。かわいい。ね、こういうネイルってなんていうの？こういうネイルって何ネイルって言うんだろう。待って、俺す。え、ちょっと待っ、一回さ、猫の手でも借りたいとは。え、そう、最近さ、最近さっていうかさ、インスタでさ、インスタでさ、あのハムスターのアカウントをいっぱいフォローしてるんですけど、もうすっごい可愛くてさ、それがなんか本当にもう、あの対面したい、対面したいっていうか、そのさ、人間じゃなくてさ、本当に生き物、生き物、まあ、犬でも猫でもいいんだけどさ、生き物と触れ合いたいわ。プリズム福井跡地にできる新施設名なんて読むんだこれ。でも私は今家に、家の冷蔵庫の中にリンゴジュースがあるんだ。わかる、私もウサギたくさん見てるね。かわいいよね。なんか小動物、小動物をこうなんか目の前にして、あーってやりたい、あーってやりたい。なんかいいじゃん。え、なんかさ、その意思疎通ができないさ、得体の知れない生命体ってなんかすごいワクワクしません？すごいすごい、存在がよくわからない、存在というか、まあ、考えてることとかよくわかんないわけじゃん。いいなぁ、いいなぁってなる。そう、なんかハムスターがこう眠そうにしてるのとか、あー今眠いんだねーみたいな、かわいいねーみたいな。でもそういうので言ったらさ、ワンちゃん猫ちゃんとかの方が感情、なんか言葉通じないけど感情は分かりやすくていいのかもしれないですね。でもなんか結構動物たちがその何したいかが分かんないみたいなのが好きなのかもしれない。あら、ごきげんよう。
いや、で、私は何しようとしたかっていうと、待って、そんなさ、夜、むずいな、ちょっと待って、こいつら。わかった。これをちょっとリスケしようよ。リスケしない？これ。いや、そう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 、予想外のするのがちょっとなんか面白かったりみたいなね。30分。いや、分かった。ちょっと待って。分かった、分かった。ちょっと待ちなって。誰？調べてみよう。探す。任して。日にち。今日。ハンドジェル。ねねね、いや待ってる、ちょっと待って、これがまずどこにあるかっていう、ちょっと無理かも、心折れる、無理、嫌い。電車に影響出始めてる。本当に良くない。今日マジ電車いっぱい乗るんだけど、いろんな都内を飛び回るんだけど、飛び回りはしないんだけど、結構移動するんだよね今日。やだ、本当に運転手、本当に。じゃそしたらさ、移動中寝れる電車とかだったらさ、なんかアイライン引いてるみたいだね。ごめん、全然かけないんだけど、何言おうとしたっけ。そしたら運転手をさ雇ったらさ、用事が終わってさ、車乗ったらさ、もう、あ、じゃあ次ここに行ってって言ってさ、でしたら移動中はさ、ずっと寝れるわけじゃん。うわ、いや、こういう、うわうわいいなー。いや、ちょっと待って、一旦そう、
あら会社に着いちゃいました。あらもう逃げられませんね。あらあら会社に着いてしまいましたか。そう、電車だとさ起きなきゃいけないじゃん。起きないといけないじゃんっていうか、そう、車だったらずっと寝てられる。いいな。困っちゃうなあ。 YouTube 編集中でテロップ書いておいて全然全然あれです。違う、私は9点のメガ割りでお買い物をしようとしたのにネイルを予約しようとしている。いやでもやんなきゃいけないから、どうせ結局やんないといけないんだから。今日のどれかしらのタイミングでやらないといけないんだから。ピエン朝から編集作業偉いね。結構偉い。結構偉い私って。いいかも。これサロンごとのいいねとかできないの？本当に。うわ。人ってさ。ってなんで寝ないといけないようになってるの？人はなぜこうなんでさ、睡眠っていうものがないとさ、体がうまくこう動かないようなさ仕組みになってるの？こんだけさ人類さ何百年何千年とさ発展してきてさ、こうやって魚からさどんどん進化してきたのにさ、なんでさ未だにこの寝ないとさ、一旦もう寝て何もできないっていうさ状態をさ、こうまあ何4時間5時間6時間とかさ取らないとさ、こう元気にならないですよみたいなさ、いつまでそんなさそんな能力でいるつもり？嫌になっちゃうな。
いやでも寝るのって大事だよね。え、本当にさ、寝るのって本当に大事だよね。いやー、本当に困った。いやそうだよ、そう、進化の過程でさ、そう、寝ないでももう普通に全然バンバン 100% 元気でさ活動できますよっていう種がさ残っててもいいじゃん。なんでこんなさ生き物みんなさ、生き物みんなさっていうか別に人間だけでいいんだけどさ、寝なくていいの、なんでさこんなことになっている。これふと思ったけど、いや、インスタで調べて、インスタでちょっとデザインだけ調べてみて、ルルルルン、雨やばくない？待って、やばい、急に初見さんと、あ、絶対誰かの配信が終わってそこから流れてきたんだ。みんなヤッホー。雨やばくない？普通に考えて、え、これ、え、ちょっと待って、今日洗濯機回しても絶対これ乾かなくない？乾くわけなくない？でるるるるん、でるんるん、でるん、でるるるるん、でるんるん、でるん、でるるるん、でるん、でるるん、でもちょっと待って、考えてみ、考えて。でもさ、もうさ、私さ AKB 3日なわけじゃん、残り。でもまあ最後の1日はさ、まあ、公演だからさ、まあ、公演しかまあすることないわけじゃんって考えたらさ、まあ、残り2日間なわけじゃないですか。やばいな、ちょっとそれ、本当に9月に入ってからがあっという間すぎてついていけません。待っています。
ネイル可愛くない？え、このネイル、このネイル可愛くないか。みんな、このネイル、え、ちょっと可愛くない？そう、こういうの可愛いな。急に元気になる。キモ。こういうネイルはどうやって検索したらこういうネイルがいっぱいヒットするの？誰か教えて。誰か教えて。何の歌だ？誰か教えて。あれ？なんかの曲だ。残念少女。あれ？違うか。ん？いや、残念少女だ。絶対。いや、パッと出てこないけど。2番の歌詞しか出てこない。残念少女。あれ1番の歌詞が出てこない。うわ、こういうのずるいわ。え、こういうのずるいな。いいな、こういうネイル可愛いよね。うん。あら、職場に到着だって。頑張って。いや、本当に今日絶対寒いからさ、なんか長袖か。でも長袖だとあれだよね、濡れた時にしんどいね。だから普通に羽織るやつ、ちょっと薄いやつ羽織れた方が良さげな感じよね。え、そう、私さ、こういうさ、ネイルしてみたいんだよね。これは別に卒業までとか、卒業した後でいいんだけど、こういうネイル可愛くないですか？わかんないか、みんなには。みんなにはとか。これなんか落書き、こういうのなんて言うんだっけ？こういうのなんか、落書きネイルみたいな感じでしたっけ？ちょっとなんか忘れちゃったんだけどさ、ちょっとなんか、あの、色鉛筆で落書きしましたみたいなノリのさ、可愛いよね。うわ、かわいい。うわあ、わかる。だって今のは普通に可愛かった。やった。おじさんにも、おじさんかわかんない。あ、ほんと？で、今のさ、なんか、あれかわいいよね。ああいうデザインのさ、こういう、こういうデザインのやつさ、また似たようなやつが出てきたわ。こういうやつかわいいよね。
しいだよな。信頼と無関心は私には同じ意味よって、マジで言ってんの。すごいよね、本当に。しびれる歌詞だよね。本当に本当にしびれる。なるほど。これもかわいい。え、これ映像止まらない、映像止まらなかった。なんでなんで、みんなに見せられなかった。 BME みんなの最近のハマってる曲あります？なんか2023年夏ネイルが出てきた。AKB なら近いのに離れてるですかね。え、待って、近いのに離れてる。サブスク入れてないな。サブスク入れよう。いい曲だよね。今日の移動中に聴くことにしよう。これは本当にいい曲です。これは本当にいい曲です。マジいいよな、この曲。プレイリストに追加、前のお気に入りプレイリストに追加してみた。いいね、いいね。アフォーコンサートのセットリスト聞きまくってる。めっちゃいいね。やっぱ100年先でもだよね。あれ近いのに離れてる K でやってたよね。チーム K さんやってたよね。リトグリさんね。リトグリさんか。なんか聞いたら、あ、これってリトグリさんなんだとかなりそう。でもリトグリさんは歌声でわかるか。あなたに今日も、はいかいかいかい。
難しいわね。どうする、卒業、一周回ってなんか一周回ってシンプルなやつもいいけど、最後だしなんか、かわいいみたいなやつがいいじゃんね。最後だって最後だしな。いやーでもむずいよ、どうしよう。なんかさ、ネイルのデザインって本当にいっぱいありすぎてわけわかんないよね。7月のネイルステージでも映えてました。マグネットかな、あれでしょ、黄色と青のやつだよね。卒業パートの曲何やるのか楽しみ、ワク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 。おーってなるかも、おーってなるかもっていうか、なんか自分でもあーなんか いっぱい考えたけど、あーこの3曲になったかーって感じ。普段絶対しないような可愛いの、普段絶対しないような可愛いの、あだからなんかランちゃんがやってそうみたいなやつってこと。パッとちょっと出てこないけど、ゴテゴテのなんかリボンモチーフつけてみたいな、そういうことってこと。難しいわね本当に。いやまあでもなんとなくこうイメージだけ膨らませといて、おーってなる劇場に行きたい。あでもお、歓声が上がるとかじゃないかも。歓声が上がるっていうか、わかんない。おーそう、心の中で、ま、おーっていうか、あーみたいな、なんて言ったらいいの。ははーみたいな。いや、難しいよ、本当に。卒業公演のさ、曲選ぶのってマジで難しかった。待って、私通信制、あ待って、でもまださ、でも9月のさ頭じゃん、まだ9月の頭じゃん。なんか謎のでもメールがなんかステップ上がりましたみたいなやつ来てた気がするんだよな。やめてよ。あステップ2に移行しました、だって大丈夫、ステップ4まではいけるから。今月結構あれかもよ、いい感じかもよ。ステップ1がだって 1GB でしょ。じゃあ昨日水曜日に 1GB を超えたらしいよ。超えて今ステップ2だから 7GB まではいけるの。今月余裕ちゃうか。今日もいっぱい外でスマホ使っちゃうんだから。
あ、でも今日はちょっと使わないと生きていけない。待って、今日金曜日ってことはさ、ちいかわの放送じゃんね。今日金曜日ってことはちいかわの放送日じゃんね。リアタイするしか、リアタイするしかないわ。ワンホンネイルって何？ワンホンってさ、ワンホンネイルのワンホンってさ、中国だっけ？中華系みたいなやつでしたっけ？ワンホン、ワンホン、ワンホンってどういう意味？そう、リアタイしてみようかな。私もリアタイしてみちゃおうかしら。ワクワク。ちいかわは世界を救う。元気が出ない朝もちいかわを見れば、社会人きっとみんな頑張れちゃう。すごいな。よし、ということでワンホン、インターネットで人気っていう意味だそうです。え、インターネットで人気ってこと？人気ってこと？お気に入りフォーム。あ、このなんか謎のキャップとか買っちゃおうかな。キャップ。小顔に見えるキャップみたいな。いや、私はちょっと買おうと思ったアイシャドウがあるんだよね。アイシャドウというか、アイシャドウパレット。あ、そう、あとこのチークもさ、買おうと思ってさ。仕事行ってくる。だって、いってらっしゃい、頑張ってね。このチークを目代わり、デイジークオフィシャル、デイジークオフィシャルでしょう。え、だってこれめっちゃ可愛いと思うわ。クーポンしよう。やった、カートに入れる。やったー、最高。配信のおかげでメイクうとうとせずにできてる。本当？それはよかったぜ。
あとこのアイシャドウも買っちゃうんだぞ。何番だかちょっと忘れちゃった。これだ。あ、違うかも。あ、これだっけ。あれ、これだっけ。高っ、アイシャドウパレットで高っ。まあこんなもんか。いや、いい、これで OK。 もう2つもカートに入れてしまいました。チークとアイシャドウパレット、やったー。あとこの謎のヘアスプレーいいのかな、これ洗い流さないヘアトリートメントみたいな、これいいのかな。めっちゃ広告で流れてくるけど、これこれ本当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 。口コミ口コミ。星 4.4 だよ。思ったより良かったです。思ったより良かったです。あ、リピート買いだけど、これを使った時と使わなかった時の違いを、違いはそんなにわからない。まだ使ってはいませんが期待を込めて星5。このさ、レビューでたまにいるさ、まだ使ってないですがとかさ、まだ届いてないですがって何。どういうこと。たまにさ、たまにいるじゃん、なんか Amazon とかさ、届いてないですけどとかさ、まだ届いただけで使ってはないんですが見た目が可愛いですみたいな。いや、その使用感を知りたくてさ、レビューを見ているのにさ。ね、そう、何なんだろう、何なんだろうっていうか、多分そのさ、多分そのサイトのポイントっていうか、なんか買ってさ、普通届いてね、ポイント稼ぎのやつだよね。ポイント稼ぎのっていうか、そのなんかレビュー書いてくれるとなんかポイントちょっとつきますみたいなさ、やつあるじゃん。あ、でも2回目の購入してる人が多いよ。翌日ツヤ感が出てサラサラですだって。いい匂いだし、髪ツヤツヤになるし、本当に大好き。ほら、これから使うの楽しみです。これから使うの楽しみですか、やめろ。2本目です。超いい、いい女の匂いって感じだって。でも匂いは独特なので好みは分かれそうだって。ほっほーん。いや、ちょっと待って。口コミサイトで香りがきついと書いている人が多数いたので、ちょっと不安に思いながら使ってみましたが、コロナの後遺症で嗅覚がなくなっているため全く分かりませんでした。いや、そういうことが聞きたいんじゃなくてさ。で、コロナの後遺症で分かんなかったけど、で、治った時のあなたの感想を知りたいのであって、嗅覚が復活した時の感想を聞きたいのであって、そう、なんか最初でこうやって書いてたけど、え、分かりませんでしたみたいな。何それ、何それ、どういうこと。むずいな。え、でもさ、別に私ヘアオイル使ってるから、別にワンチャン使わなくていい説あるよな、これ。あー、でもそうか、ストッパーがいつでも使えるタイプだったから旅行にも持っていきそうです。
ああ、なるほどね。ヘアオイルってさ、なんかキャップみたいなつけてもさ、なんかティッシュとかでさ、包まないとさ、ちょっとなんかオイル漏れてたりっていうか、なんかちょっと出てる時あるじゃんね。ああ、なるほどね。こういうのだといいのか。でもでかいよね、きっと。初めて購入しました。使ってどのように変化するのか楽しみです。やめて、本当に。嫌になっちゃう。あ、でも、ちゃんとサラサラになるんだって、髪の毛が。髪の毛に吹きかけるやつなんだけど、ちゃんとびっくりするぐらいツヤツヤのサラサラになりました。本当、なんかここまで絶賛されてると、ここまで絶賛されてるとねって感じなんだけど、ジベルニーのリキッドファンデいいのかな。ミディアムベージュ、あ、でもミディアムベージュしか残ってないわ。ビエン、それは結構ビエン。これそう、ブラシで塗るといいよみたいな感じだったしな。私がリキッドファンデを毎回ブラシで塗るとは思えん。私がそんな人間だとは思えない。でもアイシャドウとチーク買いました。カラコンは第1弾で買った。でもカラコンでも3つのやつしか、一応お気に入りのやつは全部買ったし、メガネケース検索してみよう。意外と売ってたりするじゃん、こういうの。メガネケース、ザ・メガネケースみたいな出てきている。これもなんか似たような感じかな。すごい、2800円から 55% オフになっているわ。そんなことあるね。そう、メガネケース、そう、カラコン以外もね、ちょっと買ってみているわ。かわいい、かわいいってなるのって、なんか意外と多分こういうところでは売ってないんだよね。多分アマゾン、9店とかよりは普通におとなしくアマゾンとかを見た方がいいのだろうなというのは、まあ理解はしている。何この透明のケース出てきたけど。透明のケースでできたけど、これ絶対柔らかいよね。違うかな。いや、これ可愛いけどな。透明のさ、クリア、いや、かわいいけどな。このピキピキとかなったら嫌じゃん。あまり安心が、これは、あ、でも入んないかな。これ結構かわいくない？これ可愛くない？この犬のやつ、ちょっと可愛くないですか？しかもちゃんとしっかりしてる、硬いケースのやつ、可愛い。これも2274円から
55% オフになっていればメガネケースってそんな割引される運命。あ、メガネ、あ、ハードケースとかで検索したらいいのか、きっと。ちょっと分かっちゃったかもしれないね、なんかね、かわいい、そう、ゆるイラスト、ゆるゆるのイラスト結構かわいかった。カズヤさん、キノコありがとう。え、あのさ、チョコラ BB とかさで聞きます？そう、なんか疲れに聞く、元気出ますみたいなさ。ああいうのって聞きます？疲れてる時にっていうか、こうなんか気合そう、なんかリポビタンデー的な、そういうノリのさ。リポビタンデーはまた違うのか。ハードタイプ、ハードメガネケースで検索したらいいってこと？メガネ、待って、メガネケースキャラクターで検索したらいっぱい可愛いのが出てきた。え、名探偵コナンがおると、スヌーピーもおる。え、メガネケース買おう、ここで。やった、やった、どいて。チョコラ BB 聞く？エナドリーの方が聞く？チョコラはいい評判聞く？寝るのが一番？まあ結局そうで、気の持ちようか。まあでもそれでさ、それ飲んだから頑張れるかもとか、そうやって自己暗示をかけることもできるじゃんね。スヌーピーかわいいな。ムーミン。え、ピカチュウがある。かわいい。なんだ、初めからこの、え、待って、ちょっと待って。一番かわいい。可愛くね。一番しかもモコモコしてるよ。だからどんどんあれね、黒ずんでいくタイプの、あのどんどんこれは黒ずんでいくタイプのやつなんですけど。え、カニパンとか薄塩、え、ルックだって。え、可愛いな。え、皇帝ペンギンもいる。サンリオもある。ポケモンもある。スヌーピー。え、ポケモンいいな。ポケモンにしよっかな。ムーミン、サンリオ、トムジェリだ。トムジェリのトムバージョンとジェリーバージョンがある。どっちがトムで、どっちがトムで、どっちがジェリーだか分かんないけど、これがどっち、トム、これがトム、こっちがジェリー。初期の AKB メンバー栄養ドリンク飲んでるイメージあるんだよな。だって本当でもやっぱあれだ、激動の激部だったからじゃない。待って、ぐでたま見つけちゃった。すみっこ暮らしがある。キティちゃんもある。え、待って、魚丼のメガネケースがあるぞ。え？タキシードサムもいるよ。え？かわいいんだけど。メガネケース。かわいい。韓国とかあるの？ああ、こういうパターンもあるのか。
でもポケモン可愛かったよね。メガネケースでこんなに悩むのすごいな。嘘、メガネケース悩むでしょ。悩むでしょっていうか、いっぱいやると楽しくなってしまうよな。メガネケースポケモン、ミミッキュ、ニャオハ、クワッス、はあ、メガネケース、スヌーピーだ。スヌーピーも可愛いな。さっき私あと何のキャラクターいるって言いました。スヌーピーとサンリオと、台風上陸しました。ついに、ついにポムポムプリンだ。マグネット式かわいいクロス付き、クロス付きがいいじゃん。ラプンテル、マイメロ、ハローキティ、サンリオバス、いやー、ちいかわのメガネケースがあったらいいんだけどな。多分、いや、普通のポーチみたいなやつはちいかわも多分全然出てるんだけど、俺が望んでいるのはハードケースなんよね。いや、でもこれちょっとかわいいな。黒みかぶり物、これサンリオのやつが一番かわいいかも、もしかして。なんか子供用とかなのか、サイズがあれ入らない。うわ、レビューがないわ。ピエン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 、カニパン、ポテチの柄もある。このさ、ルックかわいくない？あ、充電 15% ですって言われた。いや、そうそうそう、意外とさ、やだやだ、寝たい、無理、 YouTube 無理YouTube がなかったらどんなに楽だろう。いや、そうなんだよね。諦めようかな。いやよくないな、本当によくないな。でも、だって YouTube があるだけで寝れないんだよ。寝たくね？ね、寝たくね、普通に。だって他にもやんないといけないこといっぱいあるのにさ、 YouTube のせいでそれもおろそかになって、しかも寝れないってさ、最悪の AKB の終わり方じゃない？それはそれでなんか
YouTube やったらやったで、いや駆け抜けた、いやしんどかったけど頑張ったわってなるんだろうけど、いやちょっとなんか無理な気がしてきたな。いやでも絶対動画は上げた方がいいんだよね。むずいな、どうしようかな。それはでももうどうしようかな。どうしようかな、どうしようかな。ちいかわだけ見てから決めよう。いやそうだよね、そうだよね。ちいかわ、ちいかわ、ちいかわ、いや一旦これは仲良しのマネージャーさんに相談してみよう。相談してみよう。きっと親身になって相談に乗ってくれるはず。いやここで多分 YouTube 担当のスタッフさんに連絡をしたら、いや最後までギリギリまで多分編集はした方がってなるけど、えでもさ違う、でもさ待って、でもさそうやって言ってる時点でさもう編集する気ないやん。もう助けを求めてるやん。いや編集しなくていいんじゃないですかって言われ待ってるやん。よくないな、よくない、よくない。よくない、よくないかもしれない。どうしよっかな。サンリオも可愛いけど、サンリオも可愛いけど、なんかこれも可愛いんだよ。え、これ可愛くない？え、これ可愛く、ちょっとみんな見てよ。あ、アライトさん、キノコ、ありがとう。ありがとうございます。うん。自分の気持ちや。やばい、待って待ってよ、39分だって。39分だったらもうちいかわ始まってるかもしれない。あれ45、あ35分とかだっけ、45分とかだっけ、40分とかだっけ。もうワンチャン CM 明け急に始まるんだよね、ちいかわって。まあ可愛いメガネケースでも見てよ、このさ、これが、これは可愛い。この可愛くない、このシナモンとさ、変な被り物。可愛くない？黒蜜と被り物。魚丼がなんか被ってるやつとかさ。これは誰？ポチャッコだった。ポチャッコがなんか変なの被ってるやつ。ディズニーバージョンもある。なんかこのレトロなカラフルな感じ。可愛い。可愛いです。え、このさ、え、このサンリオのさ、ポチャッコ、魚丼、黒蜜、シナモンがいる。え、この4種類の中から2匹選んじゃおうかしら。かわいいよね、かぶってるやつ。魚丼と、ってなったら魚丼とシナモンかな。ちょうどっていうか、黄色と水色で可愛いじゃんね。反対色で。可愛くない？え？可愛くね？買ってみちゃうかな。これでサイズ入らなかったらウケるよね。あれ？みたいな。え、縦幅入らない。あれみたいな。いや、可能性あるからな、全然。善次郎さん、該当ありがとう。え、ケース入らないの、なんかワンチャンありそうじゃない。うわ、このわいいね、このレトロなキティちゃんのやつ。でもそうだよね、サイズは見といた方がいいかも、購入前に。スケーターって有名なブランドなんか分からんけど、メガネケース、メガネ、ああハードケースだけで調べると、かもなく不可もなくみたいなやつがいっぱい出てくる。失礼、シックな大人っぽいデザインのが出てきます。
え、なんでちいかわのさ、ちいかわのメガネケースないの？ないの？いやでもあるじゃん、ちいかわのバネ式。バネ式？待って、でも御三家しかないかも。あ、ゾフコラボのやつがある。え、これでよくね？でもちいかわのメガネケースは9点で買ってもクーポンが使えないらしいわ。ピエミー、ピエミーだし、御三家のデザインしかないかも。ピエミー、あ、ゾフのやつ、ゾフ受注生産で受付終了してるんだって。メガネケース、メガネ、あ、メガネケース、ミッフィーってできた。うわ、ミッフィー、色合い可愛いけど、色合いめっちゃ可愛くない？このミッフィーのこのちょっと淡、ちょっと薄めのオレンジとさ、紫の可愛いね。可愛いけどあんま私っぽくないな。え、ミッフィーとボリスだ。誰だだ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 だ、誰？黒いこいつ、黒いこいつがいる。チーズちゃん、キノコありがとう。あ、ちいかわ終わった、だって。あ、ちいかわやってるよ。ちいかわいきなり、え、でしょ、ちいかわさ、なんか今日のニュースはこちら、その前にちいかわですみたいな感じで始まるじゃん。その前に小さななんとかの、なんとかかんとかみたいな、急に始まるよね、ちいかわって。結構おもろいと思っている。わ、はじめに、うわ、そうだ、はじめに見たこの犬のなんかやつも可愛いんだよね。そう、私5日が最後の牧体だったんです。いい牧体の締めくくりでしたわ。え、でもポチャッコ可愛いかもな、こう見ると。うわ、こういうのに限って口コミないパターン。うわ、口コミない系だ。泣いちゃうわ。幅16センチ、奥行き6センチ、高さ3センチ。幅16センチ、これ16センチに収まります？16センチ、高さ6センチ。お、パッと測れるものがないけど。え、これちっちゃい？これもしかして子供用？え、そんなことないよね。
16センチ、幅16、奥行き6、高さ3。これ内側の話？え、これ入ります？はい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 、入ります。みんなどう思う？私のこのメガネ、まあ入るか、わかんない。確かに iPhone のカメラで、え、なんか iPhone のカメラで測れるやつあるよね、そういう計測。君だわ。どうやって置いたらいい？この辺に置くか。からここまで、あ、14センチ、15センチかも。本当に？信じるわよ。ああ、ちょうどぴったりかもしれない。ちょうどぴったり、ぴったりかもしれない。買ってみるか、試しに。そうだ、これ電池ないんだった。そうだったそうだった、この端末電池ないんだった。まあマジかよ。まあいいか。いや、よくない、よくない、ちょうだい。充電器を、あ、善次郎さんがリスクレット、ありがとう、ありがとうございます。いや、私はこの配信で雨やばくね？雨やばくね？うわー、困っちゃうな。いや、ほんとにね、雨激ヤバ。チークとアイシャドウは、チークとアイシャドウは選んでみた。で、私ってこれとこれを持ってるんだっけ？これは持ってないのか？場所によっては警報出てるだって。本当？よくない。シンプルよくないじゃん。今日みんな働くのはやめよう。みんな働いたらダメ。めんどくさいからメガネケース買っていい？めんどくさいからメガネケース買ってよいか。あ、待って、買ってよいかだけど、これもしかして
シナモン品切れじゃん。え、ほらこれ、うわ、このメガネケースたちクーポン使えないんだって。クーポン使えないんだ。うわ、じゃあメガネケース、じゃあ今日この期間に買う必要性がないじゃんね。ないじゃんね、そんなのね。あ、クソ雨の中バイクで仕事行ってくるよ。ふぅふぅ、朝からテンション上げてこ。おぉ、本当に気をつけて。そう、クーポン対象外だったピエミ。どうしよう、そしたら何。え、でもスキンケア系とかもちょっと、リップペンシルも気になるし。でもリップペンシルなんて安いじゃん、基本1000円前半とかでしょ。それだったらさ、もっと多分きっと高いやつをさ、カラコンとかさ、まあ、カラコンもそんなあれだけどさ、スキンケア。でもどうしたら、スキンケアってどうしたらいいんだろう。保湿とか美白、なんかさ、最近そのレチノールがなんたらとかさ、レチノールがなんたらとかさ、いっぱいあるやん、よくわかんねえのが。シカとかさ、いや、どの成分が何にいいのみたいな、シミに効くのがどれでとかさ、調べてねって話したらと思うんだけど。え、雨やばくない、普通に。本当にやめてよ。いや、意外とパックとか買ってみる。パックとかそんな使う人じゃないんだけどさ、この際みたいな、この際みたいな感じで、意外と。エニスフリーのパウダー4個セットで売ってんだけど、強。だってヘアオイルは、待って、私のお気に入りのかき氷屋さんが夜中の蚊のツイートにいいねしてくれた。リコッタさん、私のツイート全部いいねしてくれる。優しい。ありがとう。リコッタさん、ありがとうございます。リコッタ行きました、この前。いや、YouTube の編集なんてやめてさ、かき氷食べに行こうよ、みんなで。マスクもこの前買ったやつが残ってるんですよね。くしゃみ出るわ。台風で学校は行けないけど、かき氷食べには行きます。最高。あ、モバイルバッテリー、モバイルバッテリーってお米売ってるんだぜ、みんな。すごいよ、お米。プロテインも売ってる。うわ、プロテインか、買います。プロテイン大容量アーモンド小魚 320g、 いいね。それか普通に服を買うっていう、かわいいワンピースとかさ、ワンピース。あ、雨だから電車混んでるかと思ったらいつもより空いてた。だって、いや、今日はもうみんな家にいようよ、みんな。今日はさ、家にいようよ。え、ディーホリック出してるじゃん、オリーブ。え、これオリーブでオリーブだっけ。すごっ、なんか意外なところがあれなんだね、出てる、出てるというか出してるというか。
ステイクローゼット聞いたことある。あら、おはよう。飲みきってないプロテインやる。あるあるだよね。あるある。あるあるだよね。なんかもうさ、こればっかりは。プロテインとかだって飽きちゃうというかさ。飽きちゃうよね。どうやったって。私そんな真面目に飲んだことないけどさ。え、待って、これはまたカラコンに逃げてしまうのか。困ったな。やっぱ宿みたいなこと言っちゃった。困った。シカパック。敏感、トーンアップ、水分、お肌悩みに合わせて選べる。待って、でも自分のさ、肌悩みがわからない。ほくろが多いなんだけど。ほくろが、鎮静ケア、トーンアップ、水分チャージ、トーンアップじゃね？トーンアップで、え、これさ、新大久保で売ってるやつだ、見たことあるぞ。100均にさ、なんかさ、ピタってする、なんかパックだけだと落ちちゃうじゃん。そのパックしてる時用のさ、耳にかけるマスクみたいなやつあるよね。あれめっちゃ便利やと思わん？あれ欲しいんだよね。買いなって話なんだけど。買いなって話なんですけど。あれ、私何の話してたんだっけ。あ、思い出した。よし。あ、シカパック買った。だって VT のえ、シカってさ、シカってさ、ブランド名、成分の話。シカって、このさ、一番よくあるこれあるじゃん。これ聞くのかな。え、しかもこれ公式じゃん。毎日使えるデイリーシートマスク30枚入り。30枚入りだって。多分私使い切るの1年以上かかるわ。30枚入りなのに。いけるよね。ごきげんよう。クッションファンデもな。今ってクッションファンデってどこが人気ですか。クリオのなんか新しいパッケージのやつがいい、もしかして。おすすめ週刊コフクロクーポン、ファッション、ビューティー、生活、美容家電、日用品、枕が売ってるよ。みんな枕が売っている。あ、気になるシャンプーとか、高いシャンプー。あー、なるほどね。シカ結構いいよ。本当？みんながそんなに言うんだったら、シカのなんか買っちゃおうかしら。
でも多分パックだと、パックだときっと私は使わない、きっと私は使わないので、そうなってくると普通にこう手に出して使う化粧水とか乳液とか美容液ブースターとかそういうやつの方がいいのかな。ね、美容液って何？美容液はいつ塗るの？化粧水の前、乳液の後。首掛けマルチ扇風機。首掛け扇風機いいな。ちょっとゆで卵メーカー、みんなどう？ゆで卵メーカー。え、ねえ、電動歯ブラシってどう？磨いた気になります？逆に磨いた気にならないのかな。どうなんだろう。ペットキャリーが売ってる、すごい。鹿マスク、鹿クリーム、鹿 VT、 鹿レチ VT、 VT ってこれか。化粧水からの、美容液からの乳液なんだ。そうなんだ。化粧水と乳液の間に美容液って塗るんだ。温泉卵作れていいよ。ね、なんか温泉卵メーカーみたいなやつめっちゃいいよね。楽しいよね、ああいうのって。でも私はシミ予防がしたい。シミ予防、肌をきれいに保ちたい。でも私、自分がさ乾燥肌なのかオイリー肌、乾燥肌の反対って何て言うのわかんない。乾燥肌なのか。メディヒールいいよね。とりあえずメディヒール買っときゃええんやろみたいなのあるけど、メディヒールとさ、さっきのさやつだったら、メディヒールもパック出してる、ティルティルも出してる。お好みやん。ネイチャーリパブリック、でも多分これが多分一番有名だよね。でも水越美里さんがパックの比較を出してたから、今こそこの動画を見るべきなのかもしれない。美里さん助けて。待って、ちいかわ、待って、ちいかわが公開されたってこと？配信終わります。配信終わります。みんな遊びに来てくれてありがとう。雨だけど頑張ろうね。今日もちょっと頑張る。マネージャーさんにちょっと電話してみようと思います。マネージャーさん助けてって。助けて、もう YouTube 間に合わないよ、って電話しようと思います。本当にあの雨気をつけて。私は今日はちょっとやんないといけないことが、やんないといけないことがっていうか、都内を走り回らないといけないので、頑張ります。キャッ、やばい、キモい。終わる、みんなちょっと配信お付き合いしてくれてありがとう。3270人の皆さんありがとうございました。ハートはよかったら久しぶりにフォローしてください。もうやめるけど、もうやめさせるけど、ツイッターと、まだ私そろそろだって今日か明日にはさ、もうメガネの写真載せたいしな。今日の夜ぐらい載せるか、できるかな。じゃあまたね、みんな。導入化粧水とブースターって別とかおもろい。
とりあえずでも水越美里さんのこのちょっとパックのやつを見て、とりあえずパック1種類はちょっと買ってみちゃおうかな。気をつけてお出かけください。みんなもね、新田場所さんファイト、ありがとう、ありがとうございます。お互いちょっと気をつけて過ごしましょう。じゃあまたね、みんな、バイバーイ。おやすみ、おやすみではないんだけど、いってらっしゃい。